またお友達からですねプレゼントが届きました。ジャン君たちにということで、このラバーの、これ開けようか。かわいいね、リボンがかわいいね。じゃーん、ここの部分はラバーで、うちがよく使っているものと同じものですね。あ、これ引っ込むのもいいね。そしてここ、ね、この抜くとちょっと濃い色のこのツートン、これはこう寄せ木細工みたいにしたものを切り出したっていう、おしゃれ、かわいい、いいです、ありがとう。そしてそっとそっとですね、ポンちゃん近くにいるポンちゃん、気持ちいい、ポンちゃんはブラシだと移動していっちゃうのに、これ当たりが柔らかいのか、それか眠いかな、ちょっと眠いいいですね、いいですね。ブラシ好きになってね、ポンちゃん、とっても気持ちよさそうなお顔しています。取れた、取れる、そう、ポンちゃん毛がいっぱい取れるんだからね、ブラシしようね、よかったね、ポンちゃん、いいね。サイズもこのぐらい大きいのがいいんだよね。やっぱり動く。はいはい。やっとし。はい。はい。次は。とてもいい感じでした。ジャンさんには。ジャン君奥に入ってるからな。うん、またジャン君のところは、次の動画でお見せできると思います。はい。そしてですね、あんずちゃんか、ちゃこちゃん用ということで、こういう貝のタイプなんですね。ちょっと引かないと思うよ。こっから顔が出てたら可愛いよねというタイプのベッドです、ね、おそらく可愛いです。あんずちゃんもちゃこちゃんもこういうやつにはこう潜ってくれるんじゃないかなと思います、うん。これ譲渡会に持ってっちゃうと、譲渡会にこうなってこうお尻だけしか出ないみたいになっちゃうタイプだね。譲渡会には向かないからね。で、今使っているものが、汚れた時にこれを交換ということになります、うん、もう交換しちゃってもちょっと試しにね、今でも寝てるので、じゃあ後ほどこちらも、うん、お見せしますはい、ということでした。ポンちゃん、ジャン君、じゃあこっち一緒に置いて。
チャパちゃん、チャパちゃん、なかなか自分から出ないね。かわいい、チャパちゃん、それかわいい。ちょっと掃除しに行っていい？チャパちゃん飛びしてますから。チャパちゃん、いっぱい残ってる。寝てたもんね。チャコちゃんがですね、外に出て歩き回ってもいいようにここ、キャリーケース、キャリーケース、隙間だったんですが、この隙間をまあ簡易的にですが段ボールで埋めました。これ見た目に入れないなと思ってくれればまあよしとしています。そして今開けてはいますが、どうでしょう。行かないね。まあそれはそれでいいです。じゃあここ掃除しちゃうからね。出ますか。そしたら同時にシオンくんは出しますよ。チャコちゃんね、また1階まで見に来てるけど、もう一つ勇気が出ないらしいです。しおんくん迎えに行ってごらん。万が一チャコちゃんが出るようでこっちまで来るようだったら、あ、来た来た、しおんくんに釣られて出てきました。はい、みんなさ一回出るとキャリーの中に入るね。そしてタコちゃんはピンクを選択しました。チャコちゃん、そーっとしといた方が良さそうだね。シオンくん、そこから狙ってるような顔で見てるけど、飛びついちゃダメだよ。しおんくんは手加減をちゃんと知ってるよね。はい、もういきなり鼻中で始まりましたよ。しおんくんがいるから比較的安心してるかもしれないね。なんかタコちゃん、しおんくんになんかあれだね、スリスリしてたんだよね、うん、あれ場所という意味ではさ、ちょっと出たり入ったりをビクビクしてるんだけど、しおんくんとちょっと遊ぶ感じになってる時は平気なので、なんか友好的っていうかね、うん。
一度はねケージに戻ってシオン君がいるからまた外へ出てきたって感じなので、これちょうどあの誘導するのにちょうどいいかもしれないね。そうだね、少しこれで一回閉めてみようかな。よいしょ。外に出たい感じかな。どうしようかな。しおんくん、しおんくんはそこにずっといるわけじゃないんでしょ。よいしょ。ここのチェックが終わったらいいのね。じゃれたり暴れたりして飛び出るっていうのはちょっとダメだね。静かに出入りしてくれないと。しゅんくん外出ようか。君こうやって見るとさ、しゅんくんでかいね。面白いの君たち。うん、結構逆に有効的だね。はい、また次の機会にね。はい、お疲れ様でした。